全身全霊捧げたつもりが手元にあるのは520円、おにぎり2つとティームライフルをパリまで買って今日は帰ります。午前2時半に UFO 襲来、七色の光放ち降りてくるご近所迷惑、はなはだしわと隣のじいさん竹ありで聞き半分満パン気取ってみたって一回転べば絶対絶命、他人で心配してるその前に自分の足元ちゃんと見てますか。君見てる世界、現実か夢か幻かなんてそんなの誰も気にしちゃいないし、本当は誰にも分かっちゃいないし、それなら気にせず好きなことやればひたすらに前向いて走り続けるなんて、一心不乱に全力疾走して、バットなら転び合う気、どっちにしたって転べば痛いし、膝の擦り傷は喧嘩を長引く、本当に目指してる場所が分かってるなら、マッハで飛んでるジェットに飛び乗れ、急転直下の潜在一流、どっちにしたって成功するかをやってみた後にはっきりするでしょ。公開見ていた筆から連絡来ました、うちの向こうもそれ加えてきたよと、本物の価値は誰が知ってるの、適材適所で実力を発揮、重烈注射は得意じゃないけど、初号機はきっとうまく動かせる、鉄砲の白いやつもいけるかも、君が望む世界、前代未聞でカオス状態で、そんなの誰にもできっこないから、独立どっぽで先制攻撃を持ってるままにやってみてみましょう、ひたすらに前向いて走れなんて言うなら、電光石火で単独成功、コースは無視してハードル蹴飛ばし、どっちにしたって負けたくないから、多少のことなら多めに見てよね、本当に目指してる場所が分かってるなら、マッハで飛んでるジェットに飛び乗れ、身の安全とか保証はないけど、なりふり構わず邪魔する奴には10万ボルトを見舞いしてやれ、ひたすらに前向いて走り続けるなんて、一心不乱に全力疾走して、バットなら転び合う、どっちにしたって転べば痛いし、ひたすら